はい、クレチャンネルです。今日はライフジャケットが本当に開くのか検証してみたいと思います。いつも使ってますけども、開いたことはないので、ちょっとどれぐらいで開くのか見てみたいと思います。ちょうどボンベの交換時期なんで、まあ膨らましてもいいかなということで行ってみたいと思います。ではお着替え。はい、ではこのままお風呂に行きたいと思います。はい、ではちょっとお湯をためてますので、このまま入水してみたいと思います。ていうか勇気いるよ結構ここまでは別にいいけどさ、いやー怖え。あら、意外にな。あれ、飲まないの？おお、びっくりした。いやー、浮いてるかどうかはもう分かんないけどね。でも結構時間かかるね。もう一回着替えます。今膨らんだ状態です。ちょっとあの水気は拭いたんですけども、ボンベが今ここにあって、反応してボンベのガスが出て膨らむような状態になってます。多分あのさっき、膨らみが遅かったのはここまで水が結局使ってなかったんだと思うんですよね。だから本当はブチャってこうブチャンと落ちた場合はもっと早く膨らむのかなと思います。でこれ今日交換するのに今濡れた状態なので、ちょっと誤作動が起きそうなので、これは一応片付けます。で一応ライフジャケットの中には笛、それからもし膨らまがなかった時にこれを引っ張るとガスがブワーって出るようになってます。で膨らみが弱い時はここぶっ開けてこう吹くしたらちょっと膨らむっていう機能がついてます。ではこれはちょっとほい。はい、じゃあ腰巻きタイプのこのボンベ交換してみたいと思います。このボンベかな。はい。うわ、冷たいこれ。じゃあこれボンベを外します。冷た。冷た。おお、冷やいよ、本当に冷やい。はい、あ、冷たい。で、このカートリッジ。これが反応してボンベがバッ、このここに水が入れば反応するっていうことだと思います。もう冷た。ちょっと空気を抜きます。
さあ、行くぞ。こんな風に説明書がついてるので、これに沿って組み立てていきます。こっちか、こうだね。ほい、で、これも差し込みです。この赤いレバーを元に戻す。新しい炭酸のガスを差し込む。確実に取り付ける。緑であること確認。はい、で、これをつけるですね。つくの、これ。はい、これで完成。で、あとは元に戻すんですが、だいたい綺麗に元に戻らない。押し方がどっかに書いてあった。どっか書いてなかった。これで出来上がり。